竹原春仙が絵本百物語より、磯なで、磯なでは、非前松浦をはじめにし日本近海に伝わる海魚。江戸時代の祈談集、絵本百物語に記述がある。古書、本蔵以降では、巨構和にと呼ばれている。外見はサメに似ており、尾びれに細かい針が、おろし金のように無数にある。北風が強く吹くと現れ、近くの海を通りかかる船を襲う。 その襲い方は実に巧みで、水を蹴散らして、泳ぐのではなく、あたかも海面を撫でるかのように近づき、人を襲うまでは決して姿を見せない。そして尾びれの針で人を引っ掛けて海中に落とし、食べてしまう。船に乗っている人は、いそなでの接近に、まず気づくことはない。なんとなく海の色が変わったと思った時点ですでに手遅れであり、仰ぐような風を感じると、それが、 海面から浮かび上がった磯なでの斧を起こした風である。磯なでが現れたと気づいた頃には、すでに尾びれで捕らえられている結果となる。船乗りにとっては決して防ぐことのできない恐るべき存在であり、また魚を釣るはずの人間が逆に魚に釣り上げられてしまうという皮肉な存在でもある。磯なでの名の由来は、海面を撫でるかのような現れ方が由来という説や、 尾びれで人を襲う様子が撫でるように見えるという説がある。三重県熊野市では海辺に死人がいると磯なでに撫でられたのだろうと言われたという。妖怪研究家、ただ勝つの推測によれば、この磯なは想像上のものではなく、シャチのことを指しているとしている。しかし、シャチには磯なでのような尾の針などはないが、ただ勝つは室町時代頃に日本が中国や 東南アジアと貿易し始めたことから、東南アジアに進出した日本人が現地のイリエワニを見て、そのイリエワニの背から尾にかけての突起が、磯なでの尾の針などの表現につながったと推測している。島根県二間郡湯野津町には、影ワニという怪魚が伝わる。出雲地方の海に住む怪魚で、海面に映った船乗りの影を飲み込み、影を奪われた者は必ず死んでしまうという。 影を飲まれそうになった先夫が逆に影ワニを銃で撃ち殺したところ陸に上がって浜を歩いているとき影ワニの骨が足の裏に刺さって死んでしまったというありがとうございます